こんにちは天アカデミー堀秀夫ですいよいよオーストラリアマゾン始まってね、えー、納品設定投資されてると思うんですけど、まあ、商品、まあ、どんな商品を入れていくか、まあ、どんな順序でね、えー、商品の扱いを広げていくかの、まあ、おさらいというか、えー、概要をお伝えします。まず、日本に住んでいる会員さん、まあ、これはね、まあ、本当に 周りに安いものが満ち溢れてて仕入れしやすいんですけど、まずはダイソー商品を売ってください。えー、ダイソー商品ね、やっぱりなんといってもね、えー、仕入れ100円というのとね、1、えー、店舗に行けもすごいたくさん商品があるんで、まあ、ここはやっぱりね、まず取っかかりとしては外せないなと。でアメリカアマゾン、あるいは eBay なんかの場合も、まずダイソー商品を売ってね、取引件数を稼ぐというところから始めるんですけど、 オーストラリアの場合、取引件数を稼ぐのみならず、まあ、利益が出るという金額でね、えー、売れる可能性が高いです。でその際、やっぱりね、カタログつくのが非常に面倒なんで、まずは、えー、ダイソーと検索してね、カタログが出てきた商品を売ると。で、これね、まあ、こっちがやるように、逆にライバルも同じことやります。で、カタログ作成で確保しておくことはね、えー、ダイソーで検索するのは、まあ、購入希望者より日本のライバルの可能性が高いと。 そうは言ってもね、ダイソーというのを外して商品名だけでね、えー、売れるのかどうかっていうのはまだちょっと読めないんで、やっぱりダイソーと入れて、まあ、売れると、売れたという後にね、えー、セット商品にするとか、あるいはね、えー、複数にすると、まあセット商品か、えー、ダイソーを外してカタログ作って試してみるとかいう形で広げていった方がいいんで、まあ、まずやっぱりね、メーカーダイソーでカタログ作っちゃって売ってみましょう。 それと、アメリカアマゾンでダイソーと検索してね、これ、商品出てきてライバルが多くて値崩れしている商品。まあ、これはオーストラリアで売ると。で、値崩れしたのはね、結局アメリカでたくさん売れて、ライバルが増えてきたからね、まあ、安く売る人がまあ出てきて、どん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 ね、取引が増えることに値段が下がっていくというケースが多いんで、逆に全然利益にならないとかね、これ赤字じゃんっていう商品をオーストラリアに出したらね、アメリカの5倍とか、 3倍とかで売れて、利益が出るという可能性も高いので、その辺も狙ってください。その他か、ダイソー以外に、オーストラリアマゾンでメイドインジャパンと検索してカタログ出てきた商品を売ると、オーストラリアマゾンでフロムジャパンと検索してカタログ出てきた商品を売る、あるいは、ね、オーストラリアマゾンでジャパンと検索してカタログ出てきた商品を売る。 これね、この辺はもう、アメリカアマゾンやってる人、あるいはね、eBay なんかをやってる人だと、まず必ず入れてくる、ね、キーワードなんで、もろにぶつかるんですけど、まあ、ただね、始まりたての、えー、市場なんで、まあ、ライバルを出し抜くことよりも、まあ、えー、王道のカタログ出てきたり、売れてる商品を見つける方が先決なんでね、ま,あ、まずこのやり方で、えー、やってください。それと、 まあ ebay.com.au で制約のある商品を売ると。でこの時ね、まあ ebay の制約あるけど、3ドルですとか4ドルですとか、何しろ中国からだとね、1ドルもかからず、えー、普通郵便だとオーストラリアに荷物を送れちゃうんで、まあそういう金額で、えー、出てます。制約が出てます。でただこれね、えー、US アマゾンの場合は、 eBay で3ドルとかの制約なのになぜ、まあ、かというか、まあ、すぐ来るからなのか、まあ、Amazon で買った方が、ねえー、間違いないというか、まあえーまあ、返品しやすいというのもあるかもしれないですけどね、えー、すぐ届くとかそういう理由で、まあ、eBay.com だと3ドルなのに Amazon の FBI だと15ドルで売れてるというような商品も結構ありましたしねしかもその期間が、ね、数ヶ月で終わりとかじゃなくて12年、まあ、そういう金額で売れてたケースもあります。 まあそう,いう考えるとね、まあ、これ e b の制約安いからダメだということで、えー、パスせずに、まあ、e b イベでね、安く出てるけど制約してるし、まあ、すぐ届く形だったら売れるかどうか試してみようという形でね、出してみてください。それから同じように ebay.com で制約のある商品を売るという形です。で、オーストラリア在住の会員さんの場合。 基本的にやることは日本と一緒なんですけど、まあ、ダイソーが遠い場合ね、まあ、オーストラリアの会社だとね、えー、都市部じゃないとダイソー近くにないんで、まあえー、ダイソーが遠い場合、あるいはね、ダイソーはあったけど、えー、全然ね、えー、品揃えが悪すぎて知りができないという場合はね、カタログを探して、アメリカアマゾンあるいはオーストラリアアマゾンでカタログ探してね、これを仕入れてくださいと言っていただければ日本で仕入れて、で、それをお送りしますんでね。 希望の方はご相談ください。まあ、ほぼあとは一緒ですね。もう何しろ、あの、始め、もう、ま、全くの始まりなんで、あんまりひねるよりもね、もうなんとか商品を見つけるという方にね、えー、努力を向けた方がいいなと。で、アメリカ在住の会員さんの場合は、 え同じく100円ショップの商品を売るんですけど、アメリカの場合ね、えー、これ、ダイソーだけじゃなくて、いろんなダラーショップがあるんで、まあ、そこでもね、えー、カタログ、まあ、とりあえずカタログがあったら、まあ、仕入れて送ってみるというのが、ま,あ、まずやることですね。 でこイーベイなんかをやってて、まあ、仕入れてね納品するのもリスクがあるしって言って、カタログだけ作って自己発送で売ってくれてる人が多ければ、まあ、こんなにやりやすいことはなくてね、えー、そういう商品を FBA で入れるというのがね、まあ、一番、まあ、他人のふんどしで相撲を取るじゃないですけど、えー、効率よくていいです。US アマゾン始まりたってのことはね、そんな形でね、えー、みんな張り切って自己発送で売ってるものを FBA に納品して、 まあ FBA だけ売れるんでね、えー、利益を取るという形でね、まあほぼ濡れてに泡の状態がね、えー、1、2年続きましたからね、まあ、オーストラリアもまあそれぐらい、あるいはそれ以上続くといいなという感じです。いずれにしても、えー、そんな形で、えー、まずはひねらずに、あるいはね、ライボンライバルに真似されたらどうしようとかいうのはあまり気にせずに、まあ、とにかく、えー、売れそうな商品を見つけて納品すると。 で、売れた商品は、えー、どんどん納品を、えー、重ねていくという感じです。でね、えー、これ、ジッ発送の出品者10人いても20人いても FBA が3人以下なら十分売れる可能性があります。まあ、一時期二3年前のアマゾン、2年前のアマゾン、US なんかだとね、 ひどい商品だと、カタログにね100人以上出品者がいる商品とかありましたけど、FBA がねいなければ、100人以上出品者がいたって、普通に FBA なで売れてましたからね、自己発送の出品者は、たくさんいてもあんまり気にすることないし、逆にたくさんいるってことは、それだけ売れる可能性が高い商品の可能性もありますんで、FBA はまあ別格だと、FBA なら売れる商品もあるという形でね、納品していってください。 逆にちょっとね、もたついちゃったり忙しくてあんまりできなくて、オーストラリアマまず始まったのに納品がしばらく先になっちゃうという場合もね、それはそれでそんなに悪いことじゃないです。なぜかというとね、売れてランキングがついた商品のカタログが削除されたらその商品の輸出、オーストラリアから見ると輸入に問題がある可能性が大だと。見てたおかげで危険な商品を扱わなくて済んだというメリットもありますし、 えーまあ、そのカタログ、ね、ランキングなかったのはランキングついたなと、これ売れるんだなと、まあ、分かった商品だけ入れていくというのも効率がいい手法なんでね、まあえー、チェックはもう今、オーストラリアの、ね、サイトでそのダイソーって検索するとか、自分の扱いたいジャンルの、ね、商品名を入れるとかで、まあ、毎日、えー、長い時間じゃなくてもね、10分、15分でもいいんでチェックして、で これ売れたねとかね、これカタログ消えちゃったねっていうのは、もう必ず毎日チェックするようにしてください。まあ、そんな形で、また実際にやっていく中でね、疑問点出てきましたら、お気軽に、あるいはね、これ送りますとかね、これ仕入れますという確認の方もお気軽に相談していただければと思います。以上、天板アカデミー、堀秀夫でした。